焼きそばかっこホルモン、こちらを10人前いきたいと思います。セガだ。マジで。どうなってるんですか。ネギバターですか。どうも、マックスです。本日は以前お好み焼きをたくさん食べさせてもらったこちら野方駅より徒歩2分ぐらいのところあります。とりこさん、こちらにお邪魔させていただいての今回はですね、実は以前こちらでやらせていただいたお好み焼きチャレンジ、グルメ会だったと思うんですけど、そこの上に乗ってる焼きそばがめちゃくちゃ美味しかったんで、で帰りがけにフラットメニューみたいなの覚えてて、これ焼きそばのメニューなんですよ。これ見てください。焼きそば結構しかも種類あって、なんで今回はこの中にあるデダンホルモン焼きそばかっこホルモン、こちらを10人前いきたいと思います。ちょっと迷いましたよねいやホルモンがマジでうまかったんですよ。で焼きそばうまかったんですよ。これしかないじゃないですか。というわけでこれを10人前で、前回は結構ゆっくりなんですけど、今回ちょっとハードめにいこうかなと思っております。得意の麺なんでね、ホルモン焼きそばとあれなんで、ちょっとトッピングにね、生焼きかを12枚なので10個ほどこうバーっとつけさせてつけさせていただいてのチャレンジになるのかなと思っております。いや鳥子さんと全然関係ないんですけど、衣装問題っていう話が僕の中であって、僕のね、クエさん のスタッフの方の中に個性のある方いらっしゃるんですけど、はい、僕バーボンみたいって言われたんですよすごいショックで、すごいショックなんだけど、ちょっと心のどこかで美味しいと思ってる自分いたんですよマックス鈴木サブライティングはお笑いチャンネルです、はい、よろしくお願いします。これでいいのだ。そういう違うレッツイーティン。はい、というわけでこちらご用意していただいたホルモン焼きそば10人前と目玉焼き10個2ネギドンなんですけど、今回速さにこだわりたいなっていうところで、ちょっと特別に今回ご協力いただいて、僕は食べてお皿を動かすだけで、店員さんに持っていただくスタイルになります。なので流れ的にはこのお皿あるんですけれど、まずここで持っていただきます。持っていただいたのを、こちらに置いていただくのかな、はい、でここの手前から僕はこう取って新しいのを食べます。で食べ終わったらこっちが画面のこっち側に僕ここ置くんですよ。でこのお皿3つあるんで、その間持っていただいたやつをこっちに置いていただきます。で僕食べておきます。そしたら次のを自分で取って食べるの間にこうだ、お皿がこう時計回りみたいにぐる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 回る感じになると思います。はい、それで盛り付けの内容なんですけど、こちらも店員さんに任せております。で最初に言ってるんですよ、僕も少なくても多くてもどうでも大丈夫ですって感じなんで、その辺はちょっと一皿何グラムみたいな感じにならないと思うんですけれども、あくまでこちらの10人前がなくなるまでが勝負という感じで見ていただければなと思っております。こんな感じです。よろしくお願いします。いただきます。
もう。
すいません、ありがとうございました。本当にいろいろとお気遣いでありがとうございます。お水のサポートとかマジで助かったですね。いいコンビでしたね。どうでしたか味の方は。正直、はい、最初の一皿目の二口ぐらいまでのこの記憶しかないんですけど、味に関しては正直やっぱそのホルモンの油とこの太麺のちょっともちっとした麺とちょっと甘辛いソースがちょっと香ばしく炒められた香り、はい、もうねむちゃくちゃまだ、あとネギとね卵も良かったっす。あ、食感があっていいんすよ、清涼感があって。なるほど、シャキシャキしたネギが、はい、それはすっごいしちゃったんですけど、でもそっから先は味を感じなくて、そういうの、そっからもう分かってました。スイッチ入ってで途中ね、ちょっとスポーツ的な目線で感じてたのが、常にストックがある状態だったんですよ、お皿に関して。俺すごい悔しかった、正直あれ。なんかね、すごいちゃんとした一皿のクオリティのものをパパパパパって店員さんやってんすよ。俺このなんかもうあたふたみたいな、ちょっと正直想像してたんですけど、逆すぎて、ほんと恐れ入りました。ほんと恐れ入りました。ちょっと自分で恥ずかしくなりました。ほんと改めまして、ありがとうございました。ご協力いただいてありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.